アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋理事です。令和6年9月23日、場所は神戸王子スタジアムにて 2024X2 リーグウエスト第2節の一戦となります。磯のスーパースターズ対昭栄ブラザーズの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始14時40分キックオフ予定となっております。現在両チームその試合前のウォームアップを終えまして、その試合開始の時を待とうとサイドラインで陣取っております。両チームのご紹介をさせていただこうと思います。まず本日は手前側に陣取る形になりまして、ホームチームの、ホームカラーでありますネイビーをまとっておりますのが磯のスーパースターズです。X ウエストに所属しておりまして、今年は一戦必勝を目標に掲げております。日曜日に岐阜を中心にしまして愛知、三重と、さまざまな地域にありますアメリカンフットボールが集いまして、その中において、この X2 に参戦しております。かつては磯のターミナルなどさまざまなチームに分かれておりましたが、2014年に合併しまして現在の形態になりました。その時に一気に X2 に昇格、残念ながら一度は X2 に陥落しましたが、昨年に再び腕回戦勝利しまして X2 昇格を出し、今年が X2 に通して復帰しての2シーズン目という格好になります。スーパースターズとなっています。さあ、その磯のスーパースターズに対する格好で反対側に陣取っていますのが、本日はホワイトのユニフォームをまとっております昭栄ブザーズとなります。こちらは歴史はさらに古く1975年に発足したチームです。かつては、社会人一部リーグ、現在でいう X1 相当のチームとして、活躍した時期もありました。しかしその後、徐々にその順位を下げる形になりまして、長く X3 で、低迷する時期が続いていたという状況にあるチームです。しかし、数年前に多くの新人を加入し、さらに優れたクォーターバックが赴任したことによって一気に状況が好転、X3 において優勝争いを何度も遂げる強豪チームに変わってまいりました。そして昨シーズン見事に X2 昇格を決める形になりまして、今季悲願の X2 復帰、 X2 昇格を遂げている形で今シーズンにさらなる飛躍を遂げんとしております昭栄ブザーズが本日の対戦相手となります。昭栄はその勢いに乗りまして、この春に行われました、ジュニアトーナメントにおいても既存の X2、 そして九州の強豪チームである九州熊本マーベリックスを打ち破り、ジュニアトーナメント優勝を果たすという形で、さらに飛躍遂げんという形の成果を見せました。対します磯のスーパースターズも今シーズンはそのジュニアトーナメントベスト4を進出を遂げておりますが、一昨年さらにその前の年には立て続けに決勝進出という形を果たしております。その悲願の優勝を果たせなかった格好の磯のスーパースターズ、対しまして勢いのり一気に優勝を遂げました昭栄の一戦という形になります。さあ、現在その試合前の状況ではありますが、それに先立ちまして協会の方で作成されましたアメリカンフットボールの1分間の説明ダイジェストあります。よろしければこちらの方を一旦ご視聴くださいます。ようお願いいたします。相手のボールを用いて得点を競うスポーツです。フィールド上では11人の選手がプレー、交代はプレーごとに人数制限なく行います。フィールドは縦100ヤード横53ヤード、得点方法は4つ。キックのフィールドゴールでは3点、エンドゾーンにボールを持ち込むとタッチダウンで6点、タッチダウンの後に3ヤードから攻撃できる、キックで1点、タッチダウンで2点、エンドゾーン内でダウンすると守備側に2点。 X2 リーグでは 4×12分の試合時間、試合はキックオフで開始。攻撃側はボールを持って前に進めるか、
前にパスを投げてボールを進めようとします。攻撃側は4回の機会が与えられ、その間に10ヤード以上進めば新たに4回の機会を獲得。攻撃側は4回のダウンで10ヤード進めるように様々な試みをします。10ヤード進むことが困難な場合、キック、パントで陣地を挽回。守備は攻撃側のボールを前に進める動きをタックルなどによって止めます。ファンブルしたボールは誰でもリカバーでき、守備側がリカバーすると攻守交代。攻撃側がパスを失敗すると元の地点から次のダウンに、反則だと審判が黄色いペナルティーマーカーを出します。種類によって反則が課せられます。ぜひ X2 リーグ、X3 リーグにご注目ください。協会の方で作成されましたアメリカンフットボールの簡単な1分間ダイジェストの方をご覧いただきました。バイスキャプテン、審判団によりまして試合前のセレモニー、さあそれによりまして試合が間もなく開始という形になります。両チーム首脳陣招かれまして、現在フィールド上でポイントスが行われております。手前側に陣取りますのが、ホームチームとなりますそのスーパースターズ、奥側に陣取っておりますのが、ショウエイブラザーズとなります。メインスタンド、ネイビーのユニフォームが磯のスーパースターズ、バックスタンド、ホワイトのユニフォームが、ショーエイブレイザーズ。前半、ショーエイブレイザーズ、レシーブ。ショーエイブザーズキックオフ、磯のスーパースターズリターンで試合が始まります。コイントスの結果、ネイビーのインフォーム、磯のスーパースターズ。この試合は1クォーター12分の正式形式で行われます。前半のキックオフ、ショーエイブレイザーズのリターンによって試合が開始されます。なお本日は1クォーター12分の正式ケースで、向こう側の受信発信機がおかしい可能性がある。映像が来てないです。さあ両チームフィールドに散りまして、これより試合開始となります。キックオフいたしますのは磯のスーパースターズとなっています。キックオフキッカーは磯のスーパースターズ、1番の美濃浦が務める模様です。岐阜大学出身。対しまして翔英、リターナーを2枚配置しております。番号はちょっと確認難しいところありますので、後ほどご紹介させていただきます。こっちの抜き差ししてみてください。さあ翔英リターンに入った。これは17番タックルしまして、リターンは翔英陣20ヤード付近で止まっております。この位置から翔英ブラザーズの攻撃となります。リターンは16番だった模様です。これをホワイトのユニフォーム、翔英ブレイザーズ。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手がタワーなどを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し、攻撃権更新するか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずは翔英の攻撃となります。翔英自陣20ヤードからのファーストダウン10、1回の攻撃に入ります。攻撃権更新、実用距離10ヤード。さあまず翔英ランプレーから入りました。ショーエイブレイザーズランニングバック32番、反応から中央突破破壊という形でしたが、
この距離で獲得したのは約3ヤードほどとなっています。この倒れた地点までが前進距離となります。失礼いたしました。4ヤードのゲイン、ランはセカンドラン。失礼しました。カメラ見られましたが左方向への展開をいたしました。これによりまして攻撃権更新になっております。ショーエブラズファスナー、まずショーエ最初の攻撃シリーズを見事に攻撃権更新しましてファーストダウン獲得となっております。ショーエブラズワイドレシーバー5番辻勝明選手へのパスが成功。10ヤードゲインファーストダウンを獲得。ショーエブレイザーズ自陣34ヤードでファーストダウン点、攻撃継続中となっています。ボールオンは自陣33ヤード。さあこれは磯のナイスディフェンス。ここで中央へのランプレーを選択いたしました勝利ですが、ここのランプレーは磯のスーパースターズが抑え込む形に成功しております。しかしこれを磯野スーパースターズディフェンスバック41番黒田圭人選手のタックル。1ヤードのゲインとしており、ダウンはセカンドダウン。今日はちょっとなしで。さあパスプレーに出ました。ショーエブレイザーズクォーターバック2番山西タスク選手がこのパス通りまして約8ヤードのゲインとなっております。失礼いたしました。ダウンはサードダウンに変わっております。石尾武弘選手のパスが成功。7ヤードのゲイン、ダウンはサードダウン。パスの更新までは残り2ヤード。ショーエブレイザーズサードダウン2。さあこの2ヤードどのようにして突破するでしょうか。ナイスファースター勝利のファースター勝利。ここで中央のランプレーキャリア32番に託しました。一旦潰れかけましたが32番そこから抜け出しまして攻撃権更新です。勝利のファースター見事攻撃権更新を果たしましたが、ショーエブラズ32番の野田、近畿大学出身のチームのバイスキャプテンです。敵陣48ヤードファーストダウン点。さあ攻撃権更新になったショーエファーストダウン点。ボールは相手陣48ヤード。ナイスラン、ファースター。ここで翔英はドロープレー、パスに見せかけたランプレーを展開しました。キャリア29番、このカウンター組のランプレー見事決めまして攻撃権更新としています。翔英ブラズスファースター、見事期待に応えましたが29番の柏原でした。近畿大学出身、敵陣38ヤードにファースターテン。クォーターバック2番プレイアクションからパスを投じようとしましたがディフェンスカバーよく左に流れつつプレッシャー感じながら5番にパスを投じました。しかしこれはプレッシャーありましてかパス不成功となっています。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。前パスが失敗しますとボールは元の位置に戻され1つ攻撃権は失う形になります。翔英相手陣
37ヤードからのセカンド運転。ナイスターン、ファースターン。ここで翔英ドロープレーを展開しました。キャリア29番相手の裏を突くように左にスタッフ付近を突破。この判断が功を奏しまして見事攻撃権更新となっています。翔英ブザーズファースターン。ここでもドローを決めましたのは何枠29番の柏原でした。近畿大学出身のプレイヤーです。敵陣25ヤードファースランテン。さあ翔英は相手陣の20ヤード付近に入りました。ここらのファーストアンテンに入ります。パス成功、パス成功。クォーターバック2番今度は左に展開していた15番にパス。早いタイミングのパスを取りました15番。そこから前進しまして見事攻撃権更新としています。翔英ファースター。翔英ブレイザーズ今度はクォーターバック2番山西パスで攻めました。取りました15番西尾、見事なキャッチでした。近畿大学出身です。西尾選手のパスが成功。約11ヤードゲイン。翔英さあ相手陣14ヤードに入りましての翔英ブザーズファーストアンテン。エンドゾーンまで14ヤード。ここでホイッスル。失礼いたしました。14ヤードにファーストアンテン。さあ審判団状況を確認し直しまして時計は再び回ります。翔英相手陣14ヤードからファーストアンテン。これは磯のナイス対応です。ここで翔英はクォーターバック2番が自らハンドプレーからキープを展開しようとしました。相手の意表をつかんというところでしたがこれは磯の見事対応しましてノーゲインとしています。松本拓也選手のタックルに変わります。ノーゲインとしておりダウンはセカンドダウン。翔英セカンドアウンテン。ここでホイッスル。翔英タイムアウト。翔英ブレイザーズ前半1回目です。翔英ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは前半後半に3回ずつ両チームともにタイムアウトを取ることができます。翔英ここは勝負どころと見まして作戦タイムを取ります。なおタイムアウトは前半後半ともに3回ずつ要求することが可能です。 YouTube をご覧いただいている方がチーム名の下側にあります黄色いバーの残数ご注目ください。これが両チームの現時点でのタイムアウトの残り数になっております。早速チャット内のメッセージありがとうございます。 OC 様本日もご苦労様です。なんなら J スターズ名古屋戦もやってくれればよかったのにというメッセージありがとうございます。残念ながら J スターズ名古屋戦の方はリクエストありませんでした。結果的に協会の方からの承認も取れないという格好になります。承認を協会の方にリクエストありませんでしたので私としてもそこを配慮しまして配信はいたしませんでした。ご了承お願いたいと思います。タイムアウトを解けまして翔英ブレイザーズセカンドラウン。さあ試合再開です。翔英相手陣14ヤードからセカンドアウンテン。ここで磯野を見せました。クォーターバック下がりましたところディフェンスライン陣殺到。クォーターバックが投げる前にキュービーさんパスを投じる前に下がりまして大きなロスを奪う形に成功しております。約7ヤードのゲインです。大きくロスを奪っておりダウンはサードダウン。見事キュービーサックしましたが磯野スーパースターズ76番岡野中京大学出身ホークアイから移籍してまいりました選手です。ホークアイ今シーズン無念の形で協会大会という形になりましたがしかし選手は見事にここで活躍しております。
サードか、パスでこう、ここでクォーターバック2番右奥走り込んだレシーバーへのパス、レシーバー17、これを見事キャッチしました。競り合いながらのキャッチ見事決まりまして、大きく前進、しかし交代距離大きく、まだ攻撃権更新に至っておりません。フォースダウンに変わります。しかし見事なキャッチでした。ショーエーブザーズ17番は安藤、早稲田大学出身、エイジ42です。さあフォースダウンスリー、ショーエー攻撃に出ます。フォーメーション組みました。フォースダウンキャンプ更新まで残り3ヤード突破、ワンプレーにかけます。なんでいった、判定どうか。ショーエーブレーザーショーエーキャンプ成功、ファースト。ここでショーエーはランプレーによってこの3ヤード突破を図りました。託しましたはキャリア32番、これに32番、見事期待に応え、ギャンブル成功、攻撃権更新でファーストダウンです。見事攻撃権更新果たしたは32番の野田、近畿大学出身のバイスキャプテンです。ショーエーブレザーズフォースダウンギャンブルでした。さあこれでフォースダウンを突破しました。ショーエー相手陣3ヤード間のファーストダウン2ゴールに状況変わります。4回の攻撃権でこの3ヤード突破を図ります。敵陣3ヤードにファーストダウン点、さあ再びランプレー、キャリア32段、しかしこれは磯野止めた。ショーエーブレザーズランニングアップ32番、勢いに乗って密集点一気に突破図らんとランプレーを投入しましたが、これは食い止めました磯野。しかし約1ヤード原因となっています。ダウン変わりましてセカンドダウンにショーエー変わります。ダウンはセカンドダウン。さあ残り2ヤードの攻防、ショーエーセカンドダウン2号。そこからディフェンスを飛び越えましたよ、野沢に入り込んでタッチャー。見事翔英ランプレー重ねまして、タッチャーを上げまして、6点追加となっております。6点獲得となっております。そしてタッチャーのただワンプレー、トライフォーポイントに入ります。キック成功、1点追加。ショーエーブラーズまず先制点となるタッチダウン決めまして、7点獲得となっています。非常に力強いプレーでした。相手ディフェンスが群がる中、それを飛び越えまして一気にタッチダウンとしております。果敢なタッチダウン決めましたのは32番の野田でした。バイスキャプテンの近畿大学出身プレーヤー、素晴らしいプレーを披露しまして、まず試合の主導権を取るタッチダウンを挙げております。大石様メッセージありがとうございます。磯野からの勧誘者がいたということも驚きですが、先ほどのまさにダイブというにコール名にふさわしい見事なランプレーに対する称賛のメッセージが含まれております。藤野翔吾さんもメッセージありがとうございます。ナイスディフェンス、これは磯野のディフェンス陣の奮闘にも、メッセージをいただいているのでしょう。さあ今度は磯野攻撃で見せていただきたいところです。翔へのキックオフで試合再開となります。さあ翔へゴロのキックを蹴りました。さあそれを救いましてリターン入ります。磯野しかしタイミングされまして、磯野大きなリターンはできませんでした。ですが自陣の30ヤード付近からの攻撃となります。この位置から磯野の攻撃という形に変わります。アメリカンフットボールはラグビーと違いまして、得点を上げた側がキックオフして試合を再開します。従いまして失点をした側が次の攻撃を得やすい状況となっています。これによりお互いが攻守交互にできる形をもともとルール上環境として整えています。さあその権利を使う格好で磯野がこれより攻撃に入ります。磯野はボールオン自陣31ヤードからの攻撃、磯野スーパースターズファーストアウト。さあ奥行った、
このパスどうか、パス不成功、パス不成功の判定です。一気に裏を突くようにロングパスを通しました。ターゲット17番振り切りまして、これを飛びつきキャッチしたかに見えましたが、着地した下が外でした。パスキャッチはフィールドの中に足がついていなければ認められません。したがってパス不成功となりセカンドダウンに変わっております。しかし目の覚めるような鮮やかなワンプレーを見せました。さあ磯野もやはり一日の長あります。ここでひるむわけはありません。さらなる攻め手をここから持ってくる可能性があります。さあどのようなプレーを次持ってくるでしょう。磯野スーパースターズセカンドダウンって、さらにパスいった、パス不成功、パスインコンプリート。今度は中央付近縦に走ったレシーバーにパスを投じました。しかしこのパスは不成功です。ダウン一つ変わりまして、サードダウンに変わります。磯野は積極的にパスアタックで攻撃を展開していこうという攻め方をしております。この辺りは磯野のチームカラーがよく出ている攻め方です。このチームは一発を持つ選手が非常に多く揃っています。さあ磯野サードアウト、さあコータバック下がっている、パスでいけた、いった、さあこの判定どうか、インターセプト、ターンオーバー。磯野スーパースターズ、三度パスプレーで磯野展開しようとしました。右に展開したレシーバーにパスを投じましたが、そのパスを取ったのは翔英ブザーズ。翔英が取り組みましたことによって攻撃権交代しまして、ターンオーバー。攻撃権は翔英に変わります。見事インターセプトしましたのは翔英ブザーズ40番のムグキ、近畿大学出身のプレイヤーです。さあ攻撃権を取り返す形になった翔英、相手陣42ヤードからのファーストダウンって、ここで29番を投入しますが、しかしここは翔英踏みとどめます。翔英ブレイザーズランニングバック29番、先ほどから好調なランプレーで翔英を攻めていこうとしておりましたが、29番のランプレーをそのディフェンスフロント食い止めております。これも72番が見事に対応した模様です。72番は山口岐阜大学出身のバイスキャプテンです。ゲインは1ヤード、ランはセカンドダウン、翔英セカンドダウン9。パス不成功、これも磯野が素晴らしいディフェンスを披露しています。ランクインからのパスという状況ですが、そのフェイクをしたらバックを跳ね飛ばすような強烈なプレッシャーをかけ、クォーターバックを圧力かけながらこのパスを失敗させました。凄まじい圧力のあるディフェンスを披露しています磯野スーパースターズ。この辺りはさすが1年とはいえエクスで揉まれました、その力を披露しています。さあそれを突破できるか翔英、サードンナイ、ビッグプレーファーサー、ここでさらに勢いになってそのプレッシャーをかけていきました。しかしこれをクォーターバックにかわしまして、左に展開して逆サイドに行ったレシーバーにパス、これをレシーバー18番でしょうか、見事キャッチしまして、このプレーで攻撃権更新となっております。ショーエブラーズファーサーです。見事なプレーを披露しましたのはクォーターバック2番山西、近畿大学出身のバスケット取りましたのは8番のサダビです。関西大学出身のプレイヤーです。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、そのスーパースターズ0点、翔英ブザーズ7点、現在翔英がリードする形で第1クォーター終了しまして、これより第2クォーターに移ります。
アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウト、ポジショニングをリセットして試合を行います。まずその序章となります、第1クォーターは翔英が先制する形になりました。今季より参戦します翔英の方が先手を取った格好になっております。この意味でもこの試合非常に面白い展開になっている、そのような第2節の一戦となっております。チャット内のメッセージありがとうございます。 KP ファントム様、岐阜大卒で盛り上げていけ、おそらくこれは岐阜大学ファントム、岐阜大学ファントムズの、メンバーの方からのメッセージかと思われます。これも岐阜大学の、関係者の方からのメッセージ、非常にチーム、主要メンバー多くあります人にとって大きな励みになると思われます。ケンケンケン様、磯野頑張れ、同じくこれも磯野スーパースターズでですね、現在劣勢になります。これを覆す戦いぶり、これから、注目したいと思います。さあ、再度変わりまして、これより翔英は画面向かって右から左に攻める格好になります。これより第2クォーターです。翔英相手陣、19ヤードの位置からのファーストアンテンとなります。翔英ブレイザーズ敵陣18ヤードのファーストアンテン。クォーターバック2番パスを投じようと下がりましたが、ディフェンスのカバーよしと判断して緊急発進のランプレーをスクラムに変わりました。この判断構想をしまして、一気に攻撃権更新となっております。翔英ファースナー見事攻撃権更新果たしました。スクラムを決めたのは翔英、クォーターバック2番の山西でした。近畿大学出身のプレイヤーです。彼の加入が翔英2部昇格の決定打となりました。翔英ファーストダウン10、失礼しました、ファーストダウン2ゴー、残り8ヤードの状況に変わっております。さあ、ランプレイター、まずランニーバックに託しまして、右オフガード付近をつきました。タイヤ14番一周点に体をねじ込みまして、約2ヤードから3ヤードのゲインに変えています。キャリア14番は橋本、滋賀大学出身のプレイヤーです。翔英ブラザーズセカンドアップゴール、残り6ヤード。さあ、再び14番ハンドオフから中央突破を同じく完工しました。密集点をまだねじ込むように進みまして、約4ヤードから5ヤードのゲインに変えております。しかしエンドゾーンにはまだ届いておりません。サードダウンの状況に変わります。ランはサードダウン、ゴールまでは残り3ヤード、残り3ヤードまで迫っております。さあ、この3ヤードの攻防を注目しましょう。サードダウン3回目の攻撃、サードダウン2ゴー、ここで翔英クォーターバック自ら来ました。相手の意表をつくようにランプレーをフェイクしまして、そのまま自ら中央に体をねじ込み、タックル受けながらエンドゾーンに倒れ込んでタッチダウン。翔英クォーターバック山西のランによりましてタッチダウン重ね、13点にその得点変えております。そしてタッチダウンの後のトライフォーポイントに入ります。キック決まりまして1点追加、翔英ブラザーズ14点、磯野スーパースターズ0点、そのスコア広がる形になっております。磯野スーパースターズ0点、翔英ブレザーズ14点です。翔英ブレザーズがリードしています。タックル受けながらクォーターバックと思える非常にタフなランでエンドゾーンに体をねじ込み、見事追加点を挙げリードを広げる形に翔英なっております。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、
プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。タッチダウンはその後にワンプレーありまして、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。この結果、自殺点になります自陣のエンドゾーンで倒されるセーフティーのパターンを加えると、アメリカンフットボールの得点は2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この足し算の組み合わせ、そして選択によりまして駆け引きが行われ、試合の勝敗を決する決着をつけるゲームとなっております。さあ、その得点を挙げました翔英のキックオフで試合再開となります。さあ、その何としてもここで状況を覆す得点反撃を、狙いたいところではあります。さあ、磯野リターンに入っていく、これはいい、大きなリターンを避けようとしまして手前に蹴りましたが、17番これを逆らうように中央に体をねじ込み、一気にハーフウェイ付近近くまで戻しまして、この位置から磯野の攻撃に変わります。リターナー17番江崎春美選手が、さあ、このリターンを起点とするとしようか、そのスーパーサーズ、ここより攻撃に入ります。リターンしましたのは17番の江崎でした。愛知学院大学出身のプレイヤーです。さあ、このリターンによって弾みがつくでしょうか。ボールオン自陣45ヤードからの攻撃にあります。そのスーパーサーズファーストアンテ、これはナイスプレー。磯野、まずクォーターバックがランプレーを展開しました。しかしここで反則が発生した模様です。イエローフラッグが投じられております。フィード上、審判団によります黄色いウエストが落とされますと、これは反則発生を意味します。果たしてこれがどちらの方に反則があったか、まもなく審判団からその内容がコールされます。ディフェンスの反則です。ビロウザウエスト、相手の膝から下へヒットしに行く行為です。この行為は危険な行為となりまして、攻守ともに禁じられております。これをディフェンス側は犯しました。結果的にこれによりまして、大きく罰則を受ける形になりまして、磯野は大きく前進する格好になり、ファーストダウン更新となります。それが誘発するような見事なランを決めたのはクォーターバック7番の足立でした。名古屋商科大学出身のプレイヤーです。28ヤードよりファーストダウン。さあ、これによりまして相手陣の27ヤードの位置からの磯野スーパーサーズファーストダウンテ、さあ、中央へのランプレーを投入した。ここで今度はランニングバックのランプレーによって中央突破を図りました。しかしここは翔英もディフェンス陣集まりまして、このランを阻止する形になっております。キャリアは22番のプレイヤーでした。それをタックルしましたのは翔英の43番の模様です。キャリアとなりました22番は今井、金沢大学出身のプレイヤー。それを仕留めたのは43番の三上、チームキャプテンです。近畿大学出身。そのスーパースターズセカンドダウン8、これも翔英対応します。今度はクォーターバック自らがキープしました決め打ちの左オープンスイーププレー、相手ディフェンスを吐き取るようにブロッカーをつけまして、左オープンの突破を図りましたが、しかしそれを手繰り寄せるように翔英がディフェンス陣に襲いかかりまして、このランをほとんど阻止しサードダウンに変えます。ノーゲインとしており、ランはサードダウン、ファーストダウン更新までは残り9ヤード。さあ、サードダウンライン、磯野突破なるでしょうか。さあ、中央付近におりました石井は86番にパスを通しました。ここからキャッチアンドラン図らんというところでしたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。しかし密集点見事にキャッチしましたのは磯野スーパーサーズ86番のカンナでした。兵庫、失礼しました、姫路工業大学出身のプレイヤーです。姫
姫路工業大学は私も在学時姫路独協大学の選手として常に、ライバルとして歯を争っておりました強豪チームでした。さあフォースダウン3お願いします。磯野フォースダウンギャンブル。さあどうなったか、攻撃健康シーンです。磯野スーパースターズバースター、磯野スーパースターズバースター。ここで磯野がクォーターバックランも展開しました。今度はクォーターバックの自ら密集点に突入、左手スタックル付近体をねじ込みまして見事キャップ成功、攻撃健康シーンしファーストダウンとしています。見事攻撃健康シーン果たしましたのは磯野スーパースターズ7番の足立、名古屋商科大学出身です。さあ攻撃につながりました。磯野スーパースターズ相手陣16ヤードからのファーストダウンテファーストダウンテ。インターセプトターンオーバー、攻守交代です。ここで磯野のパスプレーによって一気に前進図らんとしました。しかしそこでパスを取りました、ショーエーブザーズ31番、レシーバーをキャッチし損ねました。そのボールを見事に手繰り寄せまして、攻撃権を出し攻守攻撃権取り返し、ショーエーブザーズに攻撃権を取り戻しました。見事インターセプトしましたのはショーエーブザーズ31番の山根でした。滋賀大学出身のプレイヤーです。ショーエーブレイザーズ自陣15ヤードにファーストダウン点。さあ磯野の猛攻を忍びました翔英、攻撃権取り返し自陣15ヤードからの攻撃に入ります。さあまずクォーターバックがランを展開しました。クォーターバック2番、パスを投じると見せかけ、そこから右方向へランプレー。相手のディフェンスを手繰り寄せるように見事なカットボックを切りまして、約8ヤードのゲインを果たしております。巧みなランを展開しましたのは、クォーターバック2番の山西です。近畿大学出身。ショーエーブザーズ、セカンドダウン2。さあ中央へのプレー、ショーエーブレイザーズランニングバック29番、29番にボールを託しました。判定はどうか、わずかに攻撃権更新には至っていない模様です。サードに変わります。ランはサードラン。大石様杖へのメッセージ、これはおそらく勝利に対してのある意味驚愕と賞賛のメッセージでしょう。ブルーライナーズ、そうですね、姫路工業大学の、ニックネームでしたね。こちらの方は、今聞きまして私もちょっと懐かしいなと思わせていただいております。さあいった、パス不成功ですが、イエローフラッグが飛びました。イエローフラッグが発生しました。反則発生の判定です。さあ一気にロングパスを奥に放りまして、そのまま前進図らんというところ、ここでレシーバーとディフェンダー交錯しました際に反則があった模様です。パスインターフェア、オフェンス15番10番のペナルティー、それを繰り返します。オフェンスの反則です。オフェンス側のパスインターフェアの反則です。パスインターフェアは前パスが浮いている間に相手選手を接触妨害する行為です。これはオフェンスディフェンスともにその反則の発生が可能性あります。先ほどのプレーはオフェンスのレシーバーが相手のディフェンスのインターセプトを防がんとする体当たりをしたようにも見えました。これによりまして反則の判定となりまして、ボールがありました位置から残り半分の距離を罰則受ける形に施行されまして、サードダウンやり直しとなります。本来の反則としては15ヤードのバッタリですが、先ほどはその距離が確保できないという残距離でした。
これによりまして残り距離は半分という形で施工距離変わりまして、サードダウンやり直しという形になっております。アルコサンタ様、磯野もったいないのメッセージありがとうございます。先ほどのインターセプトを刺されたと思います。確かに今のインターセプトはかなり大きなプレーでしたが、しかしここで翔英側にも大きな過失のある反則があったという状況になっています。五十嵐さんもメッセージありがとうございます。今から視聴されているということですね。ぜひ、ここから、この試合をご覧いただきまして、この熱戦をご覧いただければ嬉しいと思います。さあ下がりまして、サードダウン10の状況の翔英、ここからどのようなプレーを持ってくるか。14ヤード、ここは磯野がディフェンス粘りました。クォーターバック下がり、再びロングパスを投じんとしましたが、ここにディフェンスライン陣殺到。クォーターバック2番、しかしそれをかいくぐり、なんとかその総力で突破を図ろうとしましたが、しかし最終打ち止めまして、オフサウンに変えます。この辺り双方素晴らしいテクニックの披露、そして執念があるプレーを見せております。しかしここで翔英はフォースダウンに変わりました。フォースダウン8、フォーメーションを変えましてパントフォーメーションを取ります。パントはキックによる攻撃放棄です。しかしそのキック力で陣地挽回図ります。さあ磯野リターンに入った、スピードを寄っている、まくっている、かわせるか、ナイスリターン。ここでしかしイエローフラッグが発生しております。見事なリターンを披露しました。リターンは84番でした。しかしこの過程でどうやら反則があった模様です。リターン中に磯野側に反則がありました。背後からの不正なブロック、ブラインドサイドブロックです。相手を後ろからボールを持っているチームは接触したりブロックしてはいけません。非常に危険な行為として判定されます。重大な反則として扱われまして、反則発生地点から15ヤードの罰則を受けます。しかし、攻撃権そのものは確保する形には至っております。下がりました地点からですが、ここから磯野の攻撃に変わります。41ヤードにファーストアンテン。リターンそのものは大きかっただけに惜しいプレーではありましたが、しかし攻撃権は獲得しております。磯野スーパースターズ、結果的に自陣41ヤードからのファーストアンテン。さあ今度こそエンドゾーンを落とし入れることに成功するでしょうか。磯野スーパースターズの攻撃です。さあ届けた、ナイスファースト。ここで磯野まずランプレーを中央に投入しました。このランプレーキャリア25番、一気に中央を抜けましてゲインしています。しかしここでイエローフラッグが投じられています。オフサイドディフェンスペナルティーグライン、プレーの結果ファーストです。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手側に侵入しておりました。フライングの形になる反則です。しかしこれを磯野取りません。先ほどのプレーを有効とし攻撃権更新です。磯野スーパースターズファースター。さあ磯野相手陣43ヤードに入りまして、ここから相手陣に入っての攻撃になります。さあ相手陣43ヤードの絶好のポイント、ファースターアンテン。今度はすれ違うようにランニバックにカウンター気味にハンドオフし、左オープンへのスリープレー。
クォーターバック自身がおとりになりまして、これが暴走しまして、キャリーオープンを展開、見事に8ヤードのゲインとなっ、8ヤードから9ヤードのゲインとなっております。磯野スーパースターズセカンドダウン、残り1ヤード、中央行った、ナイスランファースト翔英、ここは確実に中央へのランプレーでこの1ヤードを獲得しました。32番見事に期待に応えまして攻撃権更新になっております。翔英ブラザーズファースト、失礼しました、磯野スーパースターズファースト、見事攻撃権を更新しましたのはランニングバック32番中川でした。金沢大学出身のプレイヤーです。ランニングバック32番中川吉田選手、ここで2ミニッツウォーニングに入ります。アメリカンフットボール今シーズンよりも X リーグ、その基本となりますカレッジルール NCAA ルールに2ミニッツウォーニング採用となりまして、今シーズンより2ミニッツウォーニングが導入されました。従来はプロでしか採用されなかった前後半でのレフリータイムアウト、2ミニッツウォーニング、これが入りましたことによりアメリカンフットボールは時間をかけた戦いが迫られるようになります。さあ残り2分を果たしてどのように行使しまして得点を狙いに行くでしょうか、あるいはディフェンスはそれを駆使しいかにして防ぐか、ここから注目しましょう。アルコサンタさんメッセージありがとうございます。近代 OB に負けるない人のメッセージ、磯野に対するパワフルなメッセージありがとうございます。ご利用さんも同じく磯野池のメッセージありがとうございます。さあそのメッセージを抑えてか、その現在構成に出ております。2ミニッツウォーニング解けました。磯野相手陣29ヤードからの攻撃であります。磯野スーパースターズファーストアウト、いきました。今度はクォーターバック同じく逆について、今度は右側にキャリアを投入する、25番に投入しまして中央突破を図らせましたが、しかしこれは翔英許しません。1ヤードのゲインでとどめております。ボールを持った選手が中で倒れた場合は時計は回り続けます。この時間の進め方も確認する一つです。ライマッカ40番ムッキー安高選手がタックル、磯野スーパースターズセカンドダウン内、ゲインは1ヤードつきており、ダウンはセカンドダウン、これも翔英止めます。意表をつかんと中央へのランプレーを展開しておりますが、これも翔英ディフェンスライン陣踏ん張りまして、このランを阻止しサードダウンに持ち込んでいます。ここで磯野が前半1回目のタイムアウトを行使しました。磯野スーパースターズ前半1回目のタイムアウトを要求。磯野としてはここでできる限りランプレーによって確実に詰めたいというところだったと思います。しかしそのランも2つとも翔英塞ぎました。結果的にここで一旦タイムアウトを取り作戦を取ります。残り時間前半は1分12秒となっています。身を取らない攻防戦が続いております。この第2節の X リーグのウエストの一戦です。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全チームによります共同企画によってこの配信実現しております。多くの方々にこの企画に労働いただけましたことによりまして、皆様にこの試合を YouTube 越しでご覧いただくことが可能になりました。皆様のご好評大変感謝申し上げます。この企画現在も募集しております。願いましたら多くの方々に、この企画をご覧いただきまして今後の継続を期待しておりますのでよろしくお願い申し上げます。さあ2ミッツウォーニング解けまし ましてそのスーパースターズサーダン8、これは翔英止めた、キュービーサック、クォーターバック奥を狙わんとパタッシャンを狙うかのような身構えたフォーメーション、そこから構えまして通したかったところですが、そこに翔英96番が殺到。このクォーターバックを見事投げる前に仕留めましてキュービーサック、フォースダウンに持ち込みます。ノーゲインとしており、見事キュービーサックしましたのは翔英ブザーズ96番の松田、近畿大学出身のプレイヤーです。
さあ磯野はフォースランナイン、ここでフォーメーションを組んだ。ここで後ほどちょっと確認させていただきます。現在、音声の方は、入れさせていただいていると思いますので、ちょっと音声の方後ほど確認させていただきます。このハーフタイムを、実況の方のインターバルにもさせていただきます。後半戦近くなりましたら再び音声入れさせていただきます。さあまもなくハーフタイム解ける状況になりまして、審判が戻りまして後半戦再開の時を告げようとしております。碇犬さんメッセージ申し訳ありません。ハーフタイムの残り時間が見えないということですが、ハーフタイムは私の方はカウントしておりませんので誠に恐縮ですが、おおよその目安でご覧いただければ幸いに思います。ちなみにフィールド上のクロックとしては間もなく残り2分を切った格好です。それで両チームの試合前の準備を終えましたら、後半戦再開という形になるかと思われます。前半戦を終えた段階ですと翔英が攻撃において効率よくタッチダウンを重ねて現在2つのタッチダウンを奪い主導権を握っているという格好ですが、磯野も決して劣っている状況ではなくエンドゾーンに迫る見事な攻撃を展開しております。後半戦この状況によりましてどのように展開するか全く分からない展開ということでもありますので、非常に面白い一戦になっております。本日第2節の X2 リーグウエストの一戦となっております。さあ双方ともハーフタイムでその作戦の、突破口を見出す形ができたかどうか非常に注目の状況にはありますが、双方ともどのように策を講じるでしょうか。まもなく審判団コールしましてフィールドの中に選手が流れ込む形になると思われます。 KC ファントムさんは、後半の頭のドライブは大事だというメッセージは、まさにその通りだと思います。後半戦の流れ、一旦流れがここで止まっておりますので、その勢いをつけるためには後半最初のシーズンで得点を上げるか否か、あるいは有利な位置を取れるかどうかが非常に重要です。この点において最初のキックオフ、さらにその最初に双方を行う攻撃シリーズは非常に重要な要素になりますので、そのリズムを最初に取ることができるのはどちらになるかで注目いただければと思います。さあ両チームフィードに入りました。これより後半戦再開という形になります。後半戦はショーウェブザーズのキックオフで試合再開する格好になります。本日はオールスタジアムにご来場いただきまして誠にありがとうございます。
キックオフをする機関は69番の模様です。松永69番は大畑、近畿大学出身のプレイヤーです。さあ磯野はまだ円陣を組んでおりますが、リターンチームどうやら、2人布陣するようです。先ほどから短いキックを蹴られているためリターナーがなかなかそのボールを取れないという状況にありますが、磯野もリターン陣は非常に強力です。27番と84番を配置しております。磯野スーパースターズの27番は、酒井です。愛知大学のルーキー。そして84番は五十嵐、東北大学のプレイヤーです。近いキック、手前にいるブロッカー選手にそのボールを託しました。そこから上がります。これは押し返している。まだ続く。ナイスリターン。大きなリターン、左肩と手前側にいるブロッカー選手にリターンさせましたが、これを取りました18番。見事そのまま前進しまして、かなり有利な位置を確保しました。見事な17番ですね、17番の江崎がリターンしました。愛知学院大学出身のプレイヤーです。東海学生2部にありながら、しかしその選手現在この X で活躍しております。見事なリターンで相手陣入った位置からの攻撃に磯野変わります。磯野スーパースターズ、相手陣48ヤードからファーストアンテン。中央行きました。まず中央にランプレーをねじ込んでおります。未終点にキャリア22番を飛び越しました。これによりまして約3ヤードから4ヤードゲインとなっております。キャリアは25番の宮部、北海道大学出身のプレイヤーです。チームを X に昇格したそのエースランニング枠、その見客を披露しております。磯野スーパースターズセカンドダウン7。ワイドレシーバー86番に84番にヒッチパス、そこから84番相手ディフェンスを飛び越えるような激しいアクションで前進図りまして、約2ヤードから3ヤードゲインとしています。見事なキャッチアンドラン披露したは84番の五十嵐、東北大学出身のプレイヤーです。今度は東北学生一部で活躍しておりました選手、ここで披露しております。さあ磯野スーパースターズサーダウン4。更新です。キャリアは32番、見事期待に応えまして攻撃権更新を果たしました。磯野スーパースターズパスさん、32番は中川でした。金沢大学出身のプレイヤーです。北陸学生のプレイヤーをここで投入しました。さあ磯野、これにより相手陣33ヤードからのファーサン点に変わります。今度はキャリア25番に託しました。一旦は捕まりかけましたが、そこからセカンドエフォートで前進しまして、見事攻撃権を進めております。25番は宮部、北海道大学出身のプレイヤーです。日本各地のさまざまな地域から集まりました選手が磯野スーパースターズで活躍しております。磯野スーパースターズセカンドダウン6。ここで翔英立ちはだかります。ランプレーにより突破を重ねようとしました磯野の攻撃を、翔英43番見事タックルしまして防ぎました。43番三上、素晴らしいプレーです。チームキャプテン、近畿大学出身です。6ヤードほどです。後ろに下げています。
さあこれにより翔英はサードイレブンに失礼しました磯野はサードイレブンに変わります。さあこの攻防を果たして制するのはどちらか。翔英食い止めた。ここでドロープレーによって突破を図りました。キャリアは25番。しかしその宮部の走りを翔英食い止めました。96番の松田ここで素晴らしいタックル決めてフォースランに変えます。近畿大学出身。磯野スーパースターズフォースダウン。磯野スーパースターズフォースダウン。クールフォーメーションを変えます。パンプフォーメーションを取りました。これはナイスパン。そのスーパースターズここはパントになりましたがパンター18番見事にコントロールしまして相手陣10ヤード付近に押し込んでの攻守交代でになります。鮮やかなパントを披露したそのスーパースターズ18番の田中でした。岐阜大学出身のプレイヤーです。翔英攻撃権を取り返し後半最初の攻撃シリーズに入ります。しかしその位置は自陣9ヤードからとなります。さあここで防ぎました翔英ですがここからの攻撃シリーズ果たして展開できるでしょうか。磯野としては押し込んだ状況をなんとか生かす格好でこの攻撃シリーズを食い止めたいところです。翔英自陣9ヤードからファーストアンテン。中央へのアンテン。今度は翔英は32番の野田にボールを託しました。まず中央へのアンテン。これは非常にオフェンスラインマンの仕事よく約9ヤードのゲインに変えております。翔英ブレイザーズセカンドダウン。翔英自陣10、8ヤードからのセカンドダウン残り1ヤード。これもランプレーで突破です。翔英ブザーズファッサー。翔英ブレイザーランニングバック32。翔英ここでランプレー重ねまして攻撃権更新です。キャリア32番の野田見事に期待に応えました。近畿大学出身です。攻撃権は引き続き翔英。これにより攻撃は翔英継続となっています。まずは危険地域を脱するためにランプレーを重ねました。ボールオン自陣21ヤードから翔英ブザーズファッサー点。その年はなんとかこの攻撃シリーズを断ち切りたいところではあります。パス不成功。ここでクォーターバックにはプレイアクションからディフェンスをかわしロングパス。レシーバーこのボールに触れることはできましたがディフェンスのプレッシャーてかパスキャッチできずパス不成功でセカンドダウンに変わります。翔英ブザーズセカンドダウン点に変わります。ここで翔英はランプレーによる突破を図りました。ドロープレーによりそのボールをランニングバックに託した瞬間磯野スーパースターズ59番が殺到し57番でしょうか殺到しまして、このランプレーを阻止しております。59番は高原です。高原見事なプレーを披露いたしました。正式な登録は39番ですが本日はラインナンバー59番を着用しています。上智大学出身のプレイヤーです。
さあさあランドームの状況、さあクォーターバックです、構えている、パスを通した、このパス成功、クォーターバックにはプレッシャーくる中それをかわし、レシーバー見つけてパスを投じましたがわずかに上ずりました、パス不成功でフォースダウンに変わります。アメリカフォーではパスが失敗しますとゲームクロック時間が止まります。ケンケンケンさんのメッセージありがとうございます。磯野止めろ、さすが高原さんのメッセージ、まさにその言葉に応えるような高原の素晴らしいプレーが披露されました。翔英フォースアントゥエルパントフォーメーションを取ります。このパントはハーフウェイ付近で外へ出まして、この位置での攻守交代となります。攻撃権変わりまして、そのスーパースターズに攻撃変わります。さあ磯野としてはここで取り返しました攻撃権イカさんという形になるでしょう。ボールオンは自陣46ヤードの位置にセットされました。磯野スーパースターズ自陣46ヤード付近よりファーストアウト。そのどのようなプレーを展開しようとするでしょうか。現在サブ画面の方では、同じく YouTube 界で有名なアメフトさんの画像を取り込ませていただいております。タイとワイド双方を取りながらという格好を実験的にやっております。ぜひこちらの方も、ご参考いただければと思います。パス不成功です。ここでまず最初のプレーパスプレーから入りました。クォーターバックは18番の田中に変わっております。しかしこのパスは、若干オーバースローとなりましてセカンドダウンに変わります。ターゲットは15番の伊藤でした。伊藤も北海道大学出身のプレイヤーです。さあ翔英ブルーそのスーパースターズセカンドダウン点の状況に変わります。さあ今度はランプレイター一周手にキャリアを飛び込ませました。キャリア22番に託しまして一周点でランプを投入しました。今井がキャリアです。金沢大学出身、これにより約4ヤードほどゲインとなっております。さあ若干距離を詰めましてサードダウンの状況に磯野変わります。残り6ヤード。さあサードダウン6パス不成功。ここで左奥走り込んだ15番でしょうか、こちらにパスを投じました。しかし15番ここでバランスを崩したかパスキャッチできず不成功となっています。ダウン変わりましてフォースダウンに変わります。失礼しました。先ほどのターゲットは16番の花木でした。岐阜大学のプレイヤーでした。失礼いたしました。そのスーパースターズフォースダウン6フォーメーションを変えます。パンフォーメーション、トリックプレイ、ここでフェイクプレイ、トリックをいった、手前にいた25番にダイレクトスナップし、そこからのランでよって、この6ヤード突破を図りました。しかしこれを翔英見事に対応しまして、これによる攻撃権更新を食い止めました。結果的に4回目の攻撃失敗となりまして攻守交代です。攻撃権は変わりまして翔英に変わります。翔英ブレイザーズに移ります。磯野ここで勝負に行きました。翔英ブレイザーズ自陣49ヤード付近よりファーストダウン、陣地挽回図らんというところでしたが攻撃権継続ならず、結果的に翔英はハーフウェイ付近から攻撃を得ます。翔英自陣49ヤードからの攻撃、翔英ファーストダウン10。
磯野ナイスです。翔英ここでまず乱平を投入しました。しかしここに磯野スーパースターズ96番が対応。キャリアをそのまま一気にタックルしまして96番仕留めました。96番早川ナイスプレーです。日本福祉大学出身、東海学生2部の選手です。しかし見事なプレーを披露しています。翔英ブレザーズセカンドダウン。チームニックネームウィングス、その羽を広げた素晴らしいタックルを決めました。さあセカンドアンテル、さあこれはどうか、インターセプト、パンナム19番高田美月選手、ここでパスを通した翔英のパスを磯の19番がインターセプト、攻撃権ダッシュしました。インターセプトでターンオーバー、投手交代。見事インターセプト者は19番高野、上智大学出身です。さあ面白い展開になっていました。磯野再び攻撃権取り返しまして、ハーフウェイからの攻撃になります。相手陣49ヤードから磯野スーパースターズファースター。ランニングバック25番ピッチを受けまして左オープンに展開、タックル受けましたが、それをかわし約1ヤードほどゲインになっています。キャリア25番は宮部です。北海道大学出身。しかしここは翔英ブレイザーズディフェンスの集まりが早くゲインを与えていません。さあ磯野セカンドダウン、ない、失礼しました、ゲインなくセカンドダウン10の状況にスコア変えます。QB キープ、ハンドオフオプションでクォーターバック自ら選択としました。キャリアは7番の足立です。名古屋商科大学出身、密集点にその、素晴らしいタイプをねじ込むような形で約3ヤードのゲインに変えています。ダウンが進みサードダウン、ファーストダウンを獲得までは残り3ヤード。さあサードダウンセブンの状況突破なるでしょうか。磯野スーパースターズ、翔英これを食い止めるか。QB ライター、しかしこれは翔英取れた。ここでクォーターバックならば自らの総力で突破を図りました。右オープンへのランプレーによりそのまま攻撃権更新図らんというところでしたが、しかし食い止めました翔英ブザーズです。これによりフォースダウンに変わります。ダウンが進みフォースダウン、ここでホイッスルになっています。イエローフラッグが投じられました。さあ果たしてどちらの反則だったでしょうか。反則はありません。先にチームタイムアウトコールが出ておりました。チームタイムアウト、磯野スーパースターズ磯野、ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。先ほどのプレーの間時間を使いすぎたため制限時間を越してしまう可能性がありました。ここでの反則を避けたいがためにここでタイムアウトを取ったと思われます。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全チームによります合同企画によってこの配信実現しております。多くの企業様そして個人様の寄付ありましてこの配信は実現いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。現在もこの企画は募集しております。画面にありまして、また説明概要欄にもありますそのショッピングカードの URL にその詳細あります。企画にご同意くださいますと多くの方々にアメリカンフットボールをご覧いただけます。ぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。
さあタイムアウトをかけまして試合再開となります。そのフォースダウンセブンの状況、フォーメーション組みました。フォースダウンギャンブル。さあこの7ヤードワンプレーで突破なるでしょうか。パスいった、ギャンブル成功、ファースト。ここをパスできました。クォーターバック7番中央走り込んだワイドレシーバー86番にパス、86番タクルカーが見事にキャッチしまして攻撃権更新。磯のスーパースターズファースター、タフなキャッチ決めたは86番の神田、姫路工業大学出身、エイジ49。素晴らしいプレーを披露しました。現在は兵庫県立大学となっております。その前身になる姫路工業大学、当時は3部でした。しかしそのタフなフットボールを経験している選手です。第3クォーター終了です。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーターおりまして、磯野スーパースターズレデン、ショーウェーブザーズ14点、双方向きを変えまして、これより最終クォーター、第4クォーターに移ります。磯野スーパースターズ対ショーウェーブレザーズの試合は、第3クォーターを終了しまして、14対0で、ショーウェーブレザーズがリードしています。素晴らしい戦いになっております。第4クォーター、残り12分の戦いとなります。双方とも白熱した一戦となっております。現在得点としては翔英が押しているという状況にあります。実際翔英は試合の主導権をつかまんとする素晴らしいプレーを披露しておりますが、磯野もひるんでおりません。現在攻め立てておりまして、その反撃となる得点を上げんと現在攻め込んでおります。さあ試合はそして最終クォーター第4クォーターに移ります。この12分間の攻防によりまして、この試合の勝敗は決します。果たしてこの試合を制するのはどちらのチームとなるでしょうか。さあこれより最終クォーター第4クォーターに入ります。磯野スーパースターズ相手陣31ヤードからファーストダウン10。このパスは成功。クォーターバック7番、ここで86番にパスを投じましたが、しかし逆リード、走り込んだ反対方向にパスが飛びまして、これに対応できずキャッチ不成立、パス不成功になっています。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。さあより臨場感がある手前側の映像も加えさせていただいております。こちらは YouTube で有名なアメフトさんの映像です。さあそのスーパースターズセカンドダウンテ、さあこれでクォーターバックいった。パスを見せかけてクォーターバック9番スクランブルに転じました。この判断正解となりまして、見事攻撃権更新となっています。そのスーパースターズパスター攻撃権更新を果たしたクォーターバックは7番の嵐でした。名古屋商科大学出身のプレイヤーです。4回を得ています。磯野スーパースターズ、ここでホイッスルが吹かれています。現在フィールド上負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。負傷者のためのタイムアウトです。ただいまフィールド内は審判団によりますレフリータイムアウト中です。しばらくお待ちください。ここへ来て磯野が力を発揮してまいりました。この第4クォーターは双方とも体力勝負の部分もあります。ここまで全身全霊をかけました体当たり、そして激しいヒットを繰り返す競技アメリカンフットボール。それゆえに最終クォーターは双方の普段の練習量、そして鍛錬の度合いが非常に大きく出ます。この4クォーターに入りまして磯野は通常非常に力強い力プレーを発揮します。人数として決して優れているわけではありません。しかしそれが普段どれほど練習を積んでいるかの表れでもあります。磯
園のこの第4クォーターの強さは常に注目に値する力はあります。さあここでよ、果たして勝利は食い止めることができるでしょうか。ここからがある意味 X2 の戦いというふうに取っていただいてもいいかしれません。それほどここからの第4クォーターの磯野は非常に怖い存在です。レフリータイムアウトが解けまして、磯野スーパースターズ、さあレフリータイムアウト解けまして試合再開になります。磯野スーパースターズファーストアウト、サードのプレイター磯野スーパースターズ、パスに見せかけたランプレーです。キャリアは25番に託しました。タックルされながら25番見事に体を前に倒しまして約4ヤードのゲインに変えております。ここはエースランニングバック宮部、素晴らしいランを決めています。北海道大学出身のプレイヤーです。磯野スーパースターズ、さあ磯野のセカンドダウン6、しかしここで勝利を見せた。ここで磯野はオプションプレーを展開しました。左方向に展開したランニングバック25番にボールを託し、そのオープンへのランを展開しようとしましたが、この22番うまいのランプレーを勝利、3番見事に対応しまして仕留めております。3番は後藤、近畿大学出身のプレイヤーです。後ろに下げています。磯野スーパースターズサードダウン、ファーストダウンまでは残り、磯野スーパースターズサードダウン、えっ、パス不成功、この距離パスで突破を図りました。中央に留まっていたレシーバーにパスを投じましたが、ディフェンスのカバーあってかパス不成功としています。結果的に攻撃権を1つ失いフォースダウンに磯野変わります。ここは先ほどから好調なカンナを使ってきた模様ですが、しかしカバー厚く、これは通りませんでした。さあフォースダウン8に変わりました。磯野フォーメーションを組みます。フォースダウンギャブル、さあ果たしてどのようなプレーを持ってくるか。パスに行った、しかしこれはタックルされた。さあ攻撃権更新になったでしょうか。取ったでしょうか。わずかにファーストダウンには至っていません。届いていない。4回目の攻撃、結果的に失敗となります。ここで攻守変わりましてテイクオーバー、攻撃権勝利に変わります。非常に凄まじい攻防でした。このパスを取って対空優れたカンナの突進によって攻撃権更新図らんというところでしたが、しかしこれを勝利仕留めまして攻撃権を奪還、攻撃権は勝利に変わりましてファーストダウン点となります。自陣11ヤード付近よりファーストダウン点、さあ翔平まずランプレーからいった。翔平ブレイザーズランニングバック14番橋本圭介選手の中央プレー、キャリア14番ハンドフォーを託されまして左にオフタックルをつきました。しかしここは磯野ディフェンスフロント踏ん張りましてノーゲインに変えております。後ろに下げています。翔平ブレイザーズセカンドダウン、翔平セカンドダウンテン、状況セカンドダウン11に訂正いたします。先ほどのディフェンスのプレーによりまして1ヤードロスを奪っています。パス不成功、今度はクォーターバック2番右にロールアウトして17番にパスを投じましたが、しかしタイミングが合わずパス不成功、サードダウンに変わります。さあ磯野としてはここで食い止めたいシチュエーションではあります。サーダウン11の状況、果たして双方どのようなプレーを展開するでしょうか。
といったが、しかしこれは磯野止めた。ここでパスに見せかけてランプレーを展開しました磯野。キャリア14番にその突進託しましたが、しかし攻撃権更新至っておりません。フォースダウンに変わります。翔英フォースダウンでパントフォーメーションを組みます。さあしかしパンターがエンドゾーン内にいます。非常に厳しい状況にはなっています。ここでのミスは非常に大きな失態になります。さあこれを無事切り抜けられるでしょうか。プレッシャーからかこのパントは大きく陣地挽回図るには至れませんでした。自陣脱することできず、翔英陣40ヤード付近で攻守交代となります。結果的に磯野相手陣40ヤード付近からの攻撃と変わります。磯野スーパースターズ敵陣401ヤード付近よりファーストアウト。試合終了まで残り7分55秒。さあ磯野絶好の時間の攻撃です。相手陣41ヤードから磯野スーパースターズファーストアウト。パス不成功。まずパスから入りました。中央にとどまっていた98番にパスを投じましたが、98番、走ることを念頭に置いてしまったがキャッチミスしました。結果的にパス失敗でセカンドダウンに変わります。磯野スーパースターズセカンドダウンって、パス不成功です。今度は右奥展開した15番へのパスでしたが、このパスもコントロール定まらず不成功となっています。サードダウンに変わります。試合終了まで7分41秒。さあ磯野このサードダウン状況シチュエーション突破できるでしょうか。サードダウンファーストダウンまでは残り磯野サードダウン点。これは翔英止めた。ここで意表をつくようにランニバックです。21番にボールを託し左オープンの展開を図りました。パスラッシュの逆を掴むという選択でしたが、しかしこれは翔英対応しましてフォースダウンに変えます。タックルしましたがディフェンスラインの88番ハルグチでした。関西学院大学出身のプレイヤーです。投げています。磯野スーパースターフォースダウン。さあ磯野フォースダウン11キャンプでいきます。突破なるか。パス不成功。ここで11番の松永へのパスを選択しました。しかしこのパスオーバースロー、4回目の攻撃失敗という形になるので攻守交代です。翔英に攻撃権変わります。自陣42ヤード付近よりファーストダウン10。さあ攻撃権変わりまして今度は翔英に変わります。翔英自陣41ヤードからのファーストダウン10。さあ未終点のランプで、しかしこれは磯野を食い止めます。キャリア32番にハンドオフし、32番の突進力でまず前進を図りました。磯野ここに立ちはだかりまして、ゲインは2ヤードにとどめています。キャリア32番は野田でした。近畿大学出身のプレイヤーです。翔英セカンドダウン8。ナイスディフェンス。
同じく32番のランプレーでした。今度は左オフタックル付近をつきました。しかしこれを磯のディフェンス陣76番が対応しまして、このランを食い止めております。岡野、中京大学出身のプレーヤー、元ホークアイのプレーヤーがここで活躍しています。サードダウンに変わります。不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。クォーターバック2番、プレッシャーを浴びながら右に返し、レシーバーにパスを投じました。レシーバーなんとかノーマークでしたが、コントロール乱れたかこのパスをキャッチできず、パス不成功、フォースダウンに変わります。昭栄フォースダウン内、パントフォーメーションを取ります。このパントプレッシャーからか低い弾道になりました。しかしその転がりが良く、結果的には磯野陣の24ヤード付近でボールが止まりまして、この位置での攻守交代となります。ある意味翔英このパントによりましてかなり救われました。さあしかし磯野に攻撃権があります。磯野自陣24ヤードからのファーストアンテン。さあ磯野ここでどのようなプレーを展開するか。インターセプト、ターンオーバー、インターセプト、投手交代。ここで磯野はパスによって突破を図りました。しかしそのパスを取りましたのは昭栄ブザーズ32番の山根。ここで再びインターセプトを決めまして、攻撃権ダッシュ、ターンオーバーで攻撃権を昭栄に変わります。見事インターセプトしたのは31番山根、滋賀大学出身のプレイヤーです。まさにこのパス、鮮やかなパスでしたが、しかし上ずったそのボールを見事に31番山根取りました。攻撃権は変わりまして、そのスーパースターズとなって、失礼しました、昭栄ブザーズとなっております。昭栄ファーストダウンテン。ナイスダウン、ファーストダウン。ここで昭栄はクォーターバックがランプレーを展開しました。今日つくようにハンドオフへから右オープンに展開し、攻撃権更新です。昭栄クォーターバック2番山西、見事並んで攻撃権更新果たしました。近畿大学出身、昭栄ブレザーズ敵陣18ヤード、相手陣18ヤードに進みましての昭栄ファーストダウンテン。これもランが出ます。今度はランニングバック29番に託しました。29番柏原、見事なランを展開し攻撃権更新としています。柏原近畿大学出身、その素晴らしいランを披露しました。昭栄ファーサー、昭栄ブレザーズゴール前6ヤード付近よりファーストダウン2ゴール、タッチダウンまで残り6ヤード。さあ昭栄相手陣5ヤードの位置に入りまして、ファーストダウン2ゴールに状況を変わります。このエンドゾーンまで残りわずかな状況、磯野取り返せるでしょうか、昭栄決めるでしょうか。
磯野を見せました。翔英はここでランプレーによる突破を図りましたが、ここでディフェンスライン陣殺到し、磯野まず一旦このプレー食い止め大きく押し返しております。タックルしたのは磯野スーパースターズ44番決めたのは44番の井川でした。金沢大学出身のプレイヤーです。翔英大きく下がりましてセカンドダウン2ゴールに変わります。エンドゾーンまでは17ヤード。翔英ブレザーセカンドダウン。パス不成功です。パスインコンプリート。パスは不成功。ここでクォーターバックは右に展開したレシーバーにパスを投じましたが、しかしレシーバーとのコミュニケーションが合わずパス不成功となっています。サードダウンに変わります。さあ磯野ディフェンスで押し返しています。これを翔英は突破できるでしょうか。翔英相手陣17ヤードからのファーストアンドゴール。攻撃権は残り2回の状況です。さあプレッシャー稼ぐか。パス成功。これはクォーターバックにはすごいプレーを見せました。プレッシャーがかなり大きくありました。それを右に大きく回ディフェンスが手にかかりやりましたが、それを振りほどく奥にいるエンドゾーンに向けてパスを投じました。しかしこれは磯野も素晴らしいディフェンスで防いでおります。パス不成功でフォースダウンに変わります。双方の素晴らしい攻防戦が披露されました。翔英フォースダウン2ゴール残り17ヤードです。翔英プレーを選択します。フォーメーション組みました。フォースダウンギャンブル。ここでホイッスル。ここでホイッスルです。ここで翔英が後半1回目のタイムアウトを取りました。ここで翔英ブレザーズ後半1回目のタイムアウトを要求。本日の X2 リーグウエストの第2節非常に面白い一戦になっております。双方ともに目まぐるしい攻防が展開されておりまして、現在はしかし得点は14対0、翔英がリードしている状況です。さあ翔英もそしてそのエンドゾーン手前の状況に迫っておりますが、磯野も迫真のディフェンスを見せまして、その攻防非常に面白い展開になっています。本日の配信は X2 ウエスト全チームによります共同企画によって実現しております。この企画にご賛同くださいました多くの企業様個人様の寄付がありまして、この企画は実現いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この企画現在も継続しております。ぜひこちらにあります URL、 そして説明概要欄にありますショッピングカートをご覧いただき、内容をご同意くださいます方はぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。さあタイムアウト解けまして、これよりフォースダウン2ゴールの状況に変わります。しかしエンドゾーンまで残り17ヤードで、しかしですがプレーをします。フォースダウンギャンブル。パス不成功。これもすごいプレーでした。パスは不成功。クォーターバックプラスしかない状況でプレッシャー殺到する中、これを見事にかわしました。そして走りながらエンドゾーンに向けてのパス、これもレシーバーあわやというところでしたが、しかし届かず。後半残り2分のタイムアウトです。ここでツーミニッツウォーニング。パス不成功となり攻守交代となっております。ここでツーミニッツウォーニングです。タイムアウトが審判団によるタイムアウトが入ります。この2ミニッツウォーニングに入ります前の攻防もすごい展開になっておりました。
結果としてここで攻守交代した段階で磯野に攻撃権が譲渡された格好になっております。磯野としてはこの2つのタッチダウンをこの残り2分で奪わなければいけません。かなり厳しいシチュエーションではありますが、しかし現在そのボールの所有権は磯野にあります。さあそのチャンスを生かすことができるでしょうか。翔英はこの2分間をしのぐことができるでしょうか。スミッツオーギニング解けまして、これより残り2分の攻防に入ります。磯野スーパースターズファーストアンテン。投陣と下がりました。しかしそこに翔英のディフェンス陣群がり、クォーターバックをキュービーサーク、チームタイムアウト、磯野スーパースター。見事キュービーサークしたのは翔英、97番の天馬でした。近畿大学出身のプレイヤーです。磯野ここでタイムアウトを取ります。2回目のタイムアウトを使い時計を止めます。試合終了まで残り1分51秒。得点差はタッチダウン2本分です。QB サックはランプレーという形で扱われるため、そのままですと中で倒されているため時計が回り続けます。ここは磯野それを避けるためやむなくここでタイムアウトを取りました。本来ならば攻め上がった状態で取りたかったところですが、しかしここはなんとかせんとタイムアウトを行使します。これにより磯野のタイムアウトは残り1回に変わります。さあ突破なるでしょうか。磯野セカンドダウン18の状況、プレッシャーが来ました。クォーターバックなんとかそれを回避し投じようと走り抜けましたが、しかしやむなく外へ出ましてこのプレーを終了とします。結果原因なくスターダウンに変わります。ただ外へ出たため時計は止まっております。クォーターバックは18番の田中が入っています。岐阜大学出身のプレイヤーです。さあ残り2回でこの少なくとも攻撃権更新を図りたい磯野です。その距離18ヤード突破なるでしょうか。磯野スーパースターサードダウン、磯野サーダン、パス不成功です。厳しい状況、しかしクォーターバックなんとかプレッシャーかわしパスを投じましたが、しかし通りません。フォースダウンに変わります。スーパースターズフォースダウン、逆転の可能性をつなぐためには何としてもここで攻撃権更新が必要。厳しい状況です。しかし挑みます。磯野フォースダウンロゴの状況、さあこのギャンブル決まるか。プレッシャーかわして18番にパスを投じました。ここ1番の切り札、11番の松永をターゲットにしましたが、しかしこれを翔英、6番の高倉カットしましてパス不成功、4回目の攻撃失敗という形ですので攻守交代です。攻撃権変わりまして翔英に攻撃権移ります。
に白熱した攻防戦、今度は昌栄の攻撃という形に変わります。昌栄相手陣5ヤード付近からの攻撃でファーストダウン2ゴール。さあランプレーでいきました。昌栄ブレザーズ29番、ランニング29番ハンドフォーを託されまして、右オフタックル付近に突入。これによりまして約3ヤードほど獲得しております。ダウン変わってセカンドダウンに変わります。キャリアは29番の柏原でした。近畿大学出身のプレイヤーです。さあエンドゾーンまで残り2ヤードといったところでしょうか。昌栄セカンドダウン2ゴール、残り2ヤード。さあ密集点へのロック、タッチダウン。ここを昌栄見事29番のランによりましてタッチアウトしまして、得点を追加するために成功しました。託された29番柏田見事にこの期待に応えタッチアウト6点追加としております。昌栄トライ4ポイントに入ります。昌栄プレーを展開します。2ポイントコンバージョン2点を狙います。ここでしかしイエローフラッグ反則が発生しています。レッドボールファウル、ゲームゲームオフェンス、ゲームのペナルティでもう一度トライを選びします。オフェンス側の反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めなかったという反則です。オフェンスには制限時間があります。これを守れず遅延行為を働きますと5ヤード抜体となります。従いまして昌栄5ヤード下がりましてトライ4ポイントをやり直しです。しかし昌栄はプレーを組みまして2点を狙いに行きます。2ポイントコンバージョン。これをパスによる突破を図りましたが、しかしこのプレーは不成功。従いまして昌栄6点止まりとなっております。しかし昌栄はタッチダウン上げまして昌栄20点、そのスーパーサーズ0点とリードを広げる形に成功しております。ここで昌栄のタッチダウンを追加しましたのは29番の柏原でした。本日好調な地上部隊がこの試合の主導権を取り返す形で得点を追加する格好になっております。さあ昌栄確実に自分たちの優位なチャンスを得点に変える形で試合の主導権を握ったまま残り30秒の状況に至っております。昌栄のキックオフで試合再開となります。このキックはスクイブキック、ゴロのキックとしまして、外へ、キャナーにフレントするところでしたが、しかしここでボールは外へ出ましてイエローフラッグとなっています。そのまま誰にも触れず外へ出た場合は反則となります。サイドラインを割っては本来はキックオフはいけません。この場合反則はリターンチーム5ヤード下げて蹴り直すか、出たところから5ヤード前進した位置からの攻撃。
キッキングチーム、5ヤード下がってもう一度キックオフをやり直します。あるいは30ヤードのペナルティで自陣35ヤードからのいずれかの選択をできるのですが、ここでは磯野は5ヤード下げて蹴り直す形を選択いたしました。しまいましたので反則となります。5ヤード下がって再度蹴り直しです。考えますに、ここでキックオフリターンによってのタッチダウンを狙わんという形で再度のキックオフを選択させたという判断でしょう。さあ翔英はこの状況をさらに覆せるキックオフが求められます。リターンを避けるため短いキックを蹴っておりましたが、果たして下げられても同じ選択か、あるいは思い切って奥へ蹴るか、ここでのキックオフの選択にも注目です。さあ自陣30ヤードからの翔英再度のキックオフです。このキックで来ました。これは磯野、その手前にいるブロッカーの選手が抑えまして、かなり有利な位置はしかし確保する形になりました。このハーフウェイ付近から磯野の攻撃という形になります。攻撃は磯野スーパースターズ自陣48ヤード付近よりファーストダウン10。さあ自陣48ヤードからの磯野の攻撃に変わります。磯野スーパースターズファーストダウン10。パスが成功している。ナイスキャッチ、パスだ、パス成功。ここで磯野のクォーターバック7番中央切れ込んだワイドレシーバー10ワイドレシーバーの9番でしょうか、この17番がキャッチしました。17番ペザッチ見事に攻撃権更新のパスキャッチ決めまして、攻撃継続となっています。後半3回目、磯野ここで全てのタイムアウトを使います。最後のタイムアウトを行使し、ここで時計を止めます。試合残り時間18秒、時計を止めます。試合終了まで残り18秒。非常にタフな状況、しかし足立も見事にパスを成功させました。さあここで磯野どのようにしてタッチダウンを狙うか、ボールオン相手陣37ヤードからのファーストダウン10。パス通った、攻撃権更新です。ファーストダウン、このパスは16番原木が取りました、岐阜大学出身。しかしチェーンが動きますと時計回ります。16番、さあ時計回った、原木選手へのパスが成功。ここでパスを叩きつけましてスパイクしました。時計止まりまして試合時間残り4秒、不成功にし時計を止めます。試合終了まで残り4秒。磯野としてはおそらくできるプレーはこの4秒を使ったワンプレーになると思います。状況的にタッチダウンを3つ奪うことは不可能となっていますが、しかしここでなんとか1本取り返したいというところです。さあこの4秒でそれができるか、そのファーストダウン10。パス不成功、ターゲットは17番の江崎でした。しかしオーバースロー、ゲームオーバー、試合終了です。ここで試合終了となりました。日本社会人アメリカフットボール協会主催、試合終了となりまして、そのスーパースターズ0点、翔英ブザーズ20点、翔英が勝利しまして、この試合は終末となりました。ブレイザーズの試合はご覧いただきましたように20対0で翔英ブレイザーズが勝利いたしました。勝利いたしました翔英ブレイザーズは10月5日土曜日12時より双方とも白熱した一戦を展開いたしました。見事にそれを制した翔英ブザーズ、
X2 昇格初年度にして見事その先輩である磯野を下しました。ナイスゲームでした。春の優勝が必ずしもあだばなではなかったことを証明しました。素晴らしい戦いです。一気に X2 を制覇するとする見事な試合、お見事でした。ありがとうございました。激戦を戦い抜いた両チームの選手に今一度温かい拍手をお送りください。スーパースターズ、惜しくもこの一戦は落としました。しかし決して見劣らない素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。ご来場のお客様にご協力のお願いです。お手回りのゴミ等は非常に白熱した一戦となりました。この第2節の一戦です。結果的にはその先輩格に当たります磯野を新規参入という形になります。 X2 復帰組の翔英が見事に下しまして、その X2 にその名前を轟かせる一戦となりました。必ずしも春の一戦、春の優勝が決してフロッグではなかったことを証明した、そのような素晴らしい戦いぶりでした。今シーズンの X2 も非常に面白い状況になってくると思われます。そのように感じさせる一戦でした。さあこれから続きます戦い、 X2 は果たしてどうなっていくでしょう。非常に注目となります。私の方の予定ですが、このあと今週末に行われる予定になっております、中四国の、試合、9月28日にあります中四国学生の順位決定戦、ある意味優勝決定戦になります4校の対戦をこれ、配信させていただく予定でおります。その後に控えます X2 の試合、 X3 の試合も順次配信させていただく予定でありますので、ぜひ皆様ご注目くださいますようよろしくお願い申し上げます。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。子供たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてお手配されたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学高校で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至らなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さてその物語のこの試合は何ページ目にあたる試合だったでしょうか。その物語の続きを楽しみとしつつ、この配信本日はここで終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会の許可を得て実現いたしました。その企画に賛同いただいた多くのチームの方々、そして皆様のご協力大変感謝申し上げます。本日の実況配信を実施いたしましたのは私道楽会社でした。そしてそのサポートとしてアメフトさんにも協力いただきました。大変ありがとうございました。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。